聞こえますか？あ、聞こえますよ。ちょっとあの興奮しすぎてマイクのケーブルを抜いてしまいました。お帰りなさい。物理的にちょっとごめんなさい。あやめ先輩、ガチ勢の白金ノエルと申します。はい、もう名前覚えなくていいです。あやめ先輩ガチ勢という名前だけ覚えていただければ。ちょっと悔しいことがあったんで聞いてもらってもいいですか？はいはいはい、何でしょう何でしょう。団長、まあ今日の配信ずっと最初から見てるんですけど、はい、今か今かと。で15分ぐらいからとつまちがあるなと思って、あやめ先輩がキーボードカタカタしてる時、はい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 、行きますって言った瞬間にその通話サーバーに行こうと思ったら徹夜組がいたんですよ。許せねえこの野郎。なんか夜が入る前からもうスタンバってたんだよね。もうね、徹夜組に負けたと思いながらも、とつ来てくれた方にですね、最近の嬉しかったこととか楽しかったことをちょっと聞きたいなと思いまして、なんかありますか最近。最近は、うん、やっぱね、まあ、バークさんかな、うんうん、そう一緒に出たやつね、あやめ先輩と、はいはい、そうですよ、二人で作るホロライブということで、うん、一緒にやっぱあやめ先輩と、まあ、ずっとね結構リハーサルの時からずっとね、まあ、長時間一緒に入れたことが、うん、そうだね、男女の幸せだったことかな。一緒にね、あの唐揚げ棒っていうか唐揚げ節、そうあれをね、そう、そう半分こ、半分こした、うん、ね、半分こするぐらい、しました。まあ一緒のね、かまどで飯を食った中、親近感、かまどね、うん、そうだね。でもちょっと白状していいですか？はい、何ですか？あの唐揚げ節、あの、うん、あやめ先輩に2個あげたと思うんですけど、団長ね実は後輩なのに3つ食べてました。食べちゃった、あの無意識に。ごめんなさい、ちょっとこれなんか最後、なんか今日ダサティを出すんですけど、いや、ダサくない、いや、ダサいでしょ。いやいやいや、全く本心でダサくないという気持ち、まあね、え、これは、うん、あれですよね、まあ、どれが欲しいかみたいな感じっていうのは、どれが期待か好きかっていう、ただ前提として全部買いますよ、とりあえず、うん。いらないでしょ。いるよ。そんなにいるよ。ただこの中で一番まあいいなって思うのが、うん、やっぱりよかな。あ、よかよ。シンプルイズベスト。なんか我いますみたいな、ここによ。やっぱなんかあれだね、目の付けどころが違うわ、泣き入り組ののえちゃん。ほんとですか。いや、もちろん泣き入り組って書いた、やっぱね、泣き入り組としては嬉しい T シャツもあるんだけど、うんうんうん、やっぱよって、なんかもう体全体であやめ先輩を感じたいんで、そう、なんか若干気持ち悪い。ヨがね、とてもやっぱあやめ先輩イコールやっぱヨっていうね、まあ、そうだね、うんうんうん、感じなんでっていう、はい、うん、やばいやばい、ちょっと引かれる前に、じゃあそういう感じです。ありがとうございます。おめでとうございます、3周年。ありがとう。